人鍋寄せ鍋を作ります。白菜4枚は3センチ幅に切ります。しめじ1パックは根元を切り落としほぐしましょう。鶏もも肉 100g は食べやすい大きさに切ります。鍋に酒大さじ1、みりん大さじ1、塩小さじ1/4、醤油大さじ1/2、和風顆粒だし小さじ1/2、水 300cc を入れて煮立ったら食材を加えます。蓋をして弱火で10分ほど煮たら完成です。